はい、バットレトロゲームチャンネルです。今日はですね、電車で合流上辺やっていきたいと思います。四鉄道やっていきますね。どうしよっか、おっちゃん電車は後でやるというかね。はい、これ長いからやるか、これあーこれしよっか、これあんまやってない気がするんで、テレビしましょうか。じゃあこれで遊んでいきたいと思います。発車オーライ、発車オーライです。市駅前、市駅前から、ちょっと時間かかるかもね。40分ぐらいやるのかな、30分。であとはもう坊ちゃん列車やろうかなと思います。もう京福電車は坊ちゃん列車だけやろうかなと思います。はい、ご乗車ください。はい、大街道赤十字病院前城北方面行きです。結構ご乗車の際足元にご注意ください。ね、止まる駅があるんで大変です。はい、じゃあ発車いたします。発車南堀は来ました。毎度ご乗車ありがとうございます。右に曲がります。大海道。お立ちのお客様はご注意ください。はい、東横線行きですね。南堀は南堀です。本町方面行きです。乗り換えは。で、ヒント操作がありますね。なんで。運転中やむを得ず急停車することがあります。まあ、この形で、まあ、行けるか、これは。特にご注意ください。車内は禁煙です。これ大丈夫かな。ああ、行けるか。信号往来、はい、信号往来右側に行くので止まりますね。止まってもよかったんだ、さっきの信号。はい、ここで開通表示と点灯往来っていうまで待ちます。開通表示と点灯往来、定刻20秒前まで待つって書いてんね。なんでまあ30秒ぐらいになったら動かして動いていいと思います。3、2、1。はい、あと19メートルです。まあこういう感じで、はい、じゃあ発車いたします。まあこんな感じでどうでしょう。ポイント大街道往来、往来6、5、4、3、2、1。まあ2ポイントずつ稼いでいきましょう。結構止まる駅なんだ。函館市局並みにある。しばらくの間、お待ちください。市役所前です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、信号はお待たせいたしました。はい、発車いたします。往来、発車往来、右に曲がります。また鉄道の信号は、あんまりスピード出さない方がいいと思う。ドア付近の方はドア開閉の際ご注意ください。この辺かな、信号停止線。ちょっと気をつけた方がいいんだよね。あ、オッケーだ。これいいんだ。信号往来、左に曲がります。で、なんか交通用の信号が止まった方がいい。このペースで走っていって。まあこんな感じですね。大丈夫かな、これで。まあこれでこんな感じで行きまして、信号往来、はい、信号往来
くり止まっていきましょう。7、6、5、3、2、OK。1ポイントずつ。あ、運転席の視点にするの忘れた。次はどこですか？県庁前。県庁前なんて何ページ？ 32 ページか。32ページ。県庁前。ありました、ありました。視点変えます。あ、間違えちゃった。発車、オーライ。ミラー忘れちゃって。窓際のボタンを押してお知らせください。なお車内では便利で割安な1000円の e カードを発売しておりますのでご利用ください。減点だよね。扉忘れちゃうっていうのはな。はい、進行。信号往来右に曲がります。お立ちのお客様はご注意ください。はい、県庁前、県庁前です。はい、まあこういう感じで止まりまして、6、やべ、再加速かこれ。ああ危ない。 OK、 もう見合わせちゃったよ。ああマイナス6点か。またマイナス12、また原点に戻った。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、出発進行。発車オーライ。でバスの運転手さんもさ、扉閉め忘れて発車しようとするときあるよね。ですぐ気づいてドア閉めて発車するってたまにいますよ。ショッピングに便利でお得な。あと停留所のバスの停留所のね、日差しが強すぎて待ってるお客さんいるのにね、通過しちゃう、間違って通過しちゃうっていう、そういう時もありますよね。それも見たことありますね。その時は乗るお客さんにちょっと日差しでお客さんが見えなくて通過しちゃいました、申し訳ありませんって謝ってましたね。横浜市営バスだったかな。横浜市営バスはの運転手さんは結構親切っていうか、結構丁寧な方多いですよね。6、5、4、3、2、OK。ここから回った地道にポイント貯めていかないと。オーバーランするとロックポイント引かれちゃうからね、やっぱ20ポイントは欲しいんだよね。お待たせいたしました。はい、お待たせいたしました。警笛なんですね。停止信号か。あ、こういうか。これはまあ20キロぐらいで行きまして、右折してくるかもしれないからね、車が。そこが分かんない。スピード出さなくていいのかな。まあスピード出さなくても良さそうな雰囲気はありますけどね。一応攻略本には25キロって書いてるけど、25キロ目安って書いてるけどね、15キロぐらい落としてみるか。まあこういう風にゆっくり行くのが一番いい。9、8、7、6、5、4、
三、二、停止。停止。停止。勝山町ですね。一二が警察署前。しばらくの間。あ、しばらくの間お待ちください。警察署前ですからね。お待たせいたしました。はい、お待たせいたしました。横断歩道、往来、発車、往来。左に曲がります。20キロ以上で行きましょう。ああ、近く信号過ぎるとすぐ停留所っぽい。じゃあ20キロで行くか。ああやって右折してくる車があるんでね。信号往来。ああだから20キロ以上って書いてんだ。こういうふうにゆっくり行くと、まあグッドゲームチャンネルさんもね、デラックスエンディング2万点、全部の鉄道会社ね、 4つの鉄道会社収録されてますけど、全部やったんですかね。3、2、1、グッド取れない。鉄砲町って言った？鉄砲町って来る？警察署前に行きました。で48ページ次上島、次上島に泊まります。お待たせいたしました。はい、いらっしゃい、いらっしゃいます。信号横断歩道往来、発車往来。運賃は大人150円、重さは80円です。これはいけるでしょ。乗り口が前です。信号往来、あれは評判が悪くなってしまいますけど、あ、停留所だね。ちょっと止まった方がいい、ね、ちょっと止まっておきましょう。でそのまま、まっすぐ通り過ぎなきゃいけないんで、ここで止まっといて、まあ20秒ぐらいになったら、あと10秒で発車しようかなと。あと5秒、4、3、2、1、0。もうこのまま行っちゃった方がいいですね。進路表示灯点灯往来。もうちょっと再加速、加速ポイント誕生または情報給往来。7、4、3、2。あれ失敗しちゃったよ。はい、 OK。これやっちゃうんだよね。あ、マイナス3。まあマイナス3だからいいか。再加速。次は平和通りのチャンネル。発車します。発車往来。平和通り1丁目で、平和通り1丁目です。はい、平和通り1丁目。お降りの際 E カードをご利用されるお客様で、お子様とか割引運賃の方、あるいは複数でご利用の方はカードを通す前に運転手を通してください。ここ OK、 じゃあ行っちゃいますね。信号往来、左に曲がります。左に曲がる。お客様はご注意ください。これはいいんだよね。このまま行っちゃって大丈夫。信号往来。あ、もう停車行け。ちょっと早い。右に曲がります。私のお客様はご注意ください。セクションがあんだ。これ難しいな。よし、もうちょっと止まっといて。こんなところで止まっても迷惑で。あ
と10秒したらじゃあ止まりましょうかね。あと2秒、1、0。これがね難しいんだよね。8、7、6、5、4、3、2。はい、なんか車両が暗い。隠し、あ、こっから隠し警笛があります。あ、赤十字病院。お待たせいたしました。はい、じゃあ失礼いたします。発車到来。赤十字病院前、赤十字病院前。12キロ前後で。あんまり早く着きすぎちゃうとダメだ。じゃあ10キロにしましょうか。まだだいぶ時間ある。まあこういう感じで。ちょっとゆっくりすぎた。はい、こうやって320ポイントに乗りますね。で次は鉄砲町ですね。はい、発車いたします。発車到来。鉄砲町。車内では便利で割安な1000円の E カードを発売しておりますのでご利用ください。20キロ維持しながらって書いて、まあ惰性走行で行きましょう。車両のすれ違いがあるんですね、ここで。あれ、車両ですよね。鉄砲町停止。信号停止って書いてある。9、8、7、6、4、3、2。JR 松山駅方面です。乗降の際、足元にご注意ください。いいですね。次は清水町でいいの。お待たせいたしました。はい、進行 OK。 発車往来。清水町っていうんだ。運賃は大人150円、お子様は80円です。6歳未満のお子様は、お子様1人までは無賃です。3人以上の場合は運賃をいただきますのでご了承ください。まあ本来ね、こういうふうにゆっくり走るのがいいんですけどね、ちょっと時間遅れちゃうとついつい焦っちゃうんだよね。でも最初の頃はね、ノーマル、難易度ノーマルでも結構時間遅れたりしてたからね。これね、ブレーキかけながら警笛鳴らす。これがちょっと難しいところ。はい、これでちょっとスピードを落とします。3、2、1。停止位置グッと戻ったし、もう30ポイント乗りました。
清水町行けたんで、次はどこですか。高砂町。はい、じゃあ行きます。はい、発車いたします。高砂町、高砂町。これね、ないとベリーフードなんですよ。ベリーフードでもそんなにね難しいわけじゃないんで、ベラボーに難しいわけじゃないんで、30キロに加速か。高さがちょ307です。あ、すぐじゃん。あ、桜の花が咲いてます。さて、ね、隠し警笛があるっていうのはありがたいですよね。助かる。987543。あ、やべ、再加速いっちゃうかな。1停止。音、真上からの映像です。画像です。40点台になりました。木屋町で、木屋町。発車、往来。木屋町、清水町って言ったり、清水町って言ったり、木屋町って言ったり、と覚えるの大変だね。あるいは複数でご利用の方はカードを通す前に運転士にお申し込みください。同じ車が何台も通ってで、3箇所、鉄器3箇所、停止だ。信号停止、赤信号だ。まあ、これ、扉いたら進行になるね。まあ、駅に止まれば、進行信号になる。丸×っていうのがいいね。丸×じゃないけど、×っていうのが分かりやすい。987632。本町6丁目か。あ、14キロ、16キロ位置する。このスピードメーターだとね、どこが14キロなのか分かんない。あ、本当だ、すぐ駅近いんです。あ、ここは隠し警笛。あ、ある。スピード上げた方が良さそうです。まあこういうふうにやった。あ、ちょっとスピード落としすぎちゃった。4、これ再加速減点じゃない。あー、やっちまったよ。またやっちゃって。まあ、マイナスではないですよね。さあ、プラス1点。本町6丁目。それ、なんていうの？まあ、読めない、これ。発車、往来。茅町6丁目。
隠し系ってギャルのありがたいね、本当に。まあこういう感じでいきまして、ほらもう、まあこのまんま行って、十分って書いてる。お子様は80円です。隠し切り、これか、これ踏切じゃない、これただの橋、これは踏切です。古町じゃないんだね、小町っていうの。信号は進行、これは関係ない、踏切かと思って。どこが行けない、あ、ここ、よくわかんない、これ踏切、これ違う、こういう風にね、ゆっくり行きまして、4、3、2、K 停止、5秒遅れた。 JR 松山駅、新広瀬百貨店前ホームです。情報の際、足元にご注意ください。次は宮田町ですね。あ、セクションがあるんですね。あ、ロードだ。発車までしばらくお待ちください。行き違う電車参ります。しばらくの間お待ちください。あ、ぽっちゃん列車ですね。いいですね。お待たせいたしました。はい、じゃあ発車いたします。発車往来。ポチャン列車って、あれ毎日走ってるわけじゃないんだね。土日とかそれぐらいしか走ってない。週に 1,2 回多分休みの 日しか走ってない。毎日走ってるわけじゃないっていうね。まあホリデー電車みたいなもんなのかね。なんか運行スケジュールがあってね、毎日走ってるわけじゃない。今日ね、8月の9日なんですけどね、野球の日なんですけど、ちょうど1ヶ月前7月の15日にね、松山坊ちゃんスタジアム行ったんですよ。で、坊ちゃん列車乗れるかなと思ったら運行スケジュールで全然走ってなくてですね、7月の上旬は走ってなかったんで、走る予定なしで、ね、乗れなかったんですけど、松山行ったらね、今度松山行ったら坊ちゃん列車乗ってみたいなって思ってんですけど。はい、ちょっとスピード落としすぎてやばいな。5、4、しかも遅れてるしね。OK。
60点になりました。次は松山駅前、はい、発車いたします。発車オーライ。 JR 松山駅前、 JR 松山駅前です。お立ちのお客様はご注意ください。北海道道後温泉方面行きの方は乗り換えです。で、加速。乗車券は運転士までお申し出ください。運賃は大人150円、お子様は80円です。あ、この速度いいじゃんか。降り口は前です。パソコン2を維持して信号往来、停留所が見えてきてる。どっち、これまっすぐ行くんだよね。ポイント操作しないよ。ここで右側に行くわけないか。ちょっとスピード上げないとダメかな。ちょっと遅れちゃったから、ね、9876543 2、 停止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 。びっくりしました。31ページに戻って大手町に行きますね。お待たせいたしました。はい、発車いたします。発車オーライ。大手町駅前です。高浜並びに横浜方面行きの方は、私のお客様はご注意ください。携帯電話のご使用は何キロ出せ、他のお客様のご迷惑となりますので。まあこれぐらいでいいのかな。まあ、あと1分。ああ、駅見えてきました。まあ、信号があって。大丈夫か。まあ、あんまり早く行ってもしょうがない。信号往来。はい、信号往来。まあ、ゆっくり行ってですね。9876543 2、OK、扉開け OK。 鉄百貨店です。石掘り場。ここで踏切の音を聞かなきゃいけない。お待たせいたしました。大丈夫です。発車します。踏切往来、西堀方、発車往来、本町方面行きの方は乗り換えです。あぶね。乗り換え券は運転士まで信号が、信号往来20キロまで上げる。ああ、ここまたなんか厄介だ。これ間に合うよね。もうちょっとスピード出して、ね、あと1本あるけど。信号往来、進入許可等点灯往来。右に曲がんだよ、これ。ああ、ちょっと早く着きすぎやった、これ。余計なことやっちゃった。7、6、5、4、3、2、1、2、OK。無理やり、帝国、運行号です。南堀端だと思うんですよね。南堀端52ページ。西堀町西堀端。
しばらくの間信号の待ち合わせです。お待たせいたしました。はい、お待たせいたしました。横断歩道オーライン発車オーライン自転車用の信号が変わる。ここがちょっとやっぱり、早いんだよね、ここ確か。ほら、すごい早い。信号往来で、ポイント操作か。お宅のお客様はご注意ください。操作があるんで、ここがね、まあこれで止まります。で、進入許可と点灯、開通表示と点灯往来、開通表示と点灯往来、点灯往来、ここがちょっと難しいとこなんですけど、ポイント刺激行き往来4、3、電子です。 OK、 次市駅前。乗降の際、足元にご注意ください。で、終わりですね。長かった。お待たせいたしました。で、あ、なんだ。あら、やべえ。片浜、ここから最後の最後に。厳しい。ありがとうございました。お忘れ物のないよう、お支度を願います。ダメだったね。やっぱ余裕を持って出発しないとダメってことか。まあ12点引かれるね。信号は守りましょうってあれかね。あれだね。はい、じゃあ発車いたします。最後の最後に言っちゃったよね。まあ、時間ないね、これね。2回も信号ミスしちゃったもんな。信号往来、これは大丈夫だね。信号往来、爪が甘いですよね、早いかわらず。4、3、2、OK、はい、これで全区間走破です。各70ポイントだ。58ポイントになっちゃいましたね。はい、全区間走破ということでね、何点でしょうね、500点いけばいいけど、582点とか、そんぐらいじゃないですか。ああ、ダメか。ああ、でも733点もらいました。安全って信号は必ず守るよ。常務、お疲れ様でした。はい、という感じで、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
電車でゴー！旅情編。